いい、参りましょう。こっちですか。フラジャイル。何？言い訳に聞こえるかもしれないけど、私はシックスオーの言いなりになりたくない。今度のことは本当にどうしようもなくて。うん、そうじゃないとね。お？信じるよ。ありがとう。やっぱり私にはあなたしか。でもね、リバリン、リバリンが今やらされてる仕事、少しでもリバリンが望んでしてることだったら、その時はあなたの目の前で死ぬから。フラジャイル。シックスオーに脅されて、いいように使われてるのはわかる。それは仕方ないことだもん。でもそうじゃないなら、それだけじゃなかったなら、あなたにとって一番大切なものをこの手で奪ってあげる。嘘はつかないで。わかったわ。無事で本当によかった。助けに来てくれて本当にありがとう。ハンマリング様とはこの先で一度合流しました。長くて大きい柱のようなものはないかとおっしゃっていましたね。その時は何に使うのか分かりませんでしたが、アンノーンを助けるためだったとは。今回の探索でお知り合いになったばかりですが、ハンマリング様らしいと思います。ああ、とにかくテコに使えそうなものを一緒に探していたのですが、ラプチャーに襲撃されて一緒に逃げ出しました。途中で追いつかれそうになって、ハンマリング様が時間を稼ぐと言って戻っていってしまい、白い建物で合流しようという話になりました。それから戻ってきていませんが。じゃあハンマリングを見たのはこの先が最後ってことだな。はい、そうです。具合はどうだった？良さそうには見えませんでした。申し訳ありませんが。分かった、急ぐぞ。あ、はい、分かりました。はい、急ぎましょう。では早速一杯やりに行くとするかね。
お待ちください。とりあえずリバリンの話は事実と見て良さそうです。パスファインダー部隊の結成以降、リバリンとフラジャイルは一貫して同じ作戦、任務に投入されています。またある日を境に仕事の量そのものが明らかに減少しています。アークの拡張計画の終了が公表された後、それ以降はごく稀に任務に投入されている以外、これといった経歴はありません。イングリッド社長に副業の許可を得たという記録があります。それ以来主に配達業を仕事にしているようですね。助けようとした形跡もあります。インフィニティレールやスターキングへの合流も検討されたようです。ただし、中央政府の許可が下りず、取り消されています。部隊の増員には厳しいルールが定められていますから。警戒だと思います。一部隊の人数が増えすぎることが怖いのだと思います。そうですよね。と言っても一応の背景があって、モデル ZX を主力とする部隊の起こしたゴッテスフォール事件がその理由です。悲劇的な事件だったのですが、中央政府が当時原因について下した結論というのが、あまりにも多数の2機が共通の目的を持って行動すると制御困難に陥る。はい、そのため各部隊3名以下という原則が定められています。もちろん例外はありますが、十分な理由が必要となります。パスファインダー部隊の事情はそうではないと判断されたのでしょう。理論的にはニケは生命活動を維持し、外部からの資源を必要としません。生きていればいいだけならお金はかからないということです。ですよね、私もそう思います。それが存在しません。何も一切の情報が存在しません。座標の移動、メッセージの履歴、通話履歴など何もありません。合流する前の1ヶ月間の情報がどこにもないんです。それに今だって彼女が探索中でも必死に通信していたのがお気づきですよね。その記録もありません。ミシリスの通信関連部門に直接連絡してみましたが、そちらでも何の記録もないという回答でした。一つだけ残っていた情報というのが、イングリッド社長による探索隊への合流承認、それだけでした。記録通りだとリバリーは1ヶ月間何もせずにいて、それから探索隊に合流したということになります。私もその可能性を考えましたが、リバリーが使っている携帯は2週間前に発売されたものです。ですがクレジットの使用履歴の出荷履歴もありません。移動履歴も。中央政府のデータを個人が好き勝手に操作できるなんてありえません。同じ時間のフラジャイルは配送業務で忙しそうな記録が残っています。その可能性は低いと思います。何か別の原因がないか、もう一度詳しく調査してみます。はい、でもあまり期待はしないでくださいね。そう簡単にはいかない予感がします。